こんにちは、寺井瑠衣です。ご無沙汰してます。この番組はアートをもっと身近に感じてもらうためにコーヒーを飲みながらいろいろなテーマでゆったりするお話をする番組です。本日のゲストはタグボート代表取締役の徳光さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。徳光さんには本当いろいろ聞きたいことがあるんですけど、はい、まずはもうアジア最大級のネットコンテンパリーアートを売っているネット、はい、まあ、ギャラリーを経営運営されていて、はい、あとは今度はこの前でしアートフェアもやられて、はい、まあ、阪急にもいろいろギャラリーを持っていて、はい、まあ、ネットとアナログと両方で今いろいろ現代、まあ、コンテンパリーアートをまあ、世の中にこう浸透させていますけど、その始まりはきっかけは何だったんですか？まあ、きっかけというか、まあ、実は私タグボートを、まあ、創業したんではないんですよね。でタグボートという会社に入社して、でまあまあ、元々は株式会社 M アウトという、そのいろんなこう事業を作る親会社の一番最初のまあ事業として始まったのが、まあ、現代アートのオンラインギャラリーという形で始まって、それが今から約17年ぐらい前で、そこからまあ4年ほど経った後に私がまあ事業部長として面接して入社して、でそこから入社した1ヶ月後ぐらいに、まあ、株式会社化しましょうという形で、はい、事業部から株式会社になったのが、2008年の9月 で、はいはい、でそこから2週間後にはもういきなりリーマンショックが起きて、はい、で会社も大変なことになって、はい、でまたさらに1年半後には私がその会社をマネジメントバイアウトという形で私が買った形なんですよ、はいはい、なので、まあ、実はこう普通にサラリーマンで入社して、うん、サラリーマン社長になって、うん、で気がついたらもう会社を買って社長になっちゃったっていう感じなんで、こう別にこう今のこうタグボートをやりたかったというよりも、もちろんアートのことをやりたいかなというのはずっと実はありまして、なんかこうサラリーマン時代から60歳ぐらいになって定年退職したら、カシガロの親父みたいになって、うん、そういう、こう若手のアーティストをこう支援するようなことを、まあ、定年退職後にやろうかなと思ってたのが、うん、まあ、20年ほど早まった。それもすごいモダンな形で。なのでそうですね、たまたまそういう感じで転職したらそうなってしまったというところですね。もともと何かこう、はい、アートに携わってた、そういうご活動されてたんですか？なんか、いや全くないですね。一番最初新卒が、まあ、まあ商社だったんで、うん、その後にコンサルとか行ったりとかしましたんで、ほとんどただ絵は好きだったんですよ、うん、で描くのも好きだったんで、なので小学校中学校の時とかにその美術で、まあ、必ず賞を取ってたんですよね。そういう、こう得意だったし絵を見るのも好きだったん で、 でずっと漫画ばっかり描いてたようなそういう子供だったんで、じゃあその クリエイティブな活動はもともとはお好きだったんですか？クリエイティブ単なる漫画描いてた漫画描いてた子供ですね。でそれが、まあ、ほとんどそういうこともやってなかったんですけど、まあ、美術は好きで、うん、なので、なんていうんですかね、まあ、自分がこう小さい頃に、まあ、漫画家になりたかったんですよ、うん、で親がやっぱりそれをあまりこう良しとせずに、うん、漫画家とかなっても食べていけないと、うん、じゃあ画家かなと思った、うん、画家なんてもっと食べていけないって言われて、でなんかこうそういう普通のちゃんとしたこう会社だったりとか、うん、公務員だったりとか、うん、そういうふうになることをどうやら親は望んでいたよう で、うん、でそういうふうにこう軌道修正させられてたのがあって、それはやっぱり嫌だったんですよね、うん、だからそういうのもあって
そういう、こうクリエイティブなことというか、うん、アーティストだったりとか、うん、そういう人たちがちゃんと食べれるようなことができればなというのはなんとなくありましたね、はい、だからそれが60歳になる前に、まあ、実現してるっていうところですかね、はい、その徳光さんの何ていうんですか、ね、まあその幼少の経験が今のタグボートの、はい、まあ、ね、活動になったんですよね。幼少の頃にその画家になりたいなと思ってたのが軌道修正させられたので、そういうやっぱ人生つまらないじゃないですか、で本当はそういう才能がある人にこう開花させられないというのはちょっともったいないなというふうに思って、うん、であればそういう本当に才能を持ってる人を世の中に出せて、ほんで食べれるようにできれば面白いな、そうすると例えば、まあ、ある人が、まあ、美大に受験したいと、はい、でお父さん私美大受験したいんだけどって言ったら、うんうん、いやそんなね、うん、美大なんか行っても食えるわけないじゃないかと、うんうん、まあ、多分私の親父みたいに言うんですよ、うん、いやそしたらそんなことないよお父さん、うん、タグボートがタグボートに行けば食えるんだよ、うん、なんだそんなものがあるのかってなると、うん、そういう世界に少しでもこう近づくことができればなというのがやっぱり小さい頃からの経験から今に至る夢みたいな感じですね、うん、去年のちょうど今頃ぐらいに多分収録された動画をちょっと見たんですけど、はい、なんか3ヶ月かなんかで1000点ぐらい売れたって言ってましたよね、小山さんと。あ、そうですね、そのぐらい売れました。それはすごいですよね。そんなギャラリーあんまり聞かないですよ ね、 ね、てかいろんなギャラリーでも1000点が、まあその価格帯もよりますけど、はいはい、1000点ってすごいですよね、売れ、はい、まあ、そうしたら説得力ありますもんね、その親御さんにも。そうなんです例えば一般的にはこの普通のギャラリーって、まあ、月に1回展覧会開きますんで、はい、で個展やってもまあまあ大体20点ぐらいじゃないですか、はいはいはい、で 20×12 で240点ですよね、はい、だからマックスそれぐらいしか売れないんですけれども、はい、ネットにすることによってそこの限界というのは超えるのかなと。ああ、そうですよね、はい、もういくらでも要するに載せることは可能ですもんね。そうですね、はい、今ちなみに何点ぐらい載ってるんですか。の売ってるか、ああのなんかこう販売してこのネットでこう見れるんですよ。あ、見れるのは約2万点ちょいぐらいです。2万1000点ぐらい、うん、そんな見れないですもんね。見れないです、うん、てか、はい、多分世界で一番大きいミュージアム行っても2万点なんかないですよ。ないですよ、まあ、はい、メトロポリタンミュージアム行けば全部数えれば2万点あるかなぐらい、まあ、まあだけど、ね、それもなんかちっちゃい化石も入れてますもんね、はいはいはいそうですね、はい、まあ、だからある意味でネットにすることによって、まあ、販売の限界がなくなるし、うん、アーティストの取り扱いの数っていうのも限界がなくなるのかなと思ってまして、うん、ただそうなってくるとあんまり面白くないじゃないですか、ネットだけで収まるのっていうのが、うん、もともとイベントとか好きなんですよ、はいはい、そもそも落ち着きがないんで、うん、IT とか分かんないんですよ正直言うと。だからあれですね、なんかサーバーがとか言われの問題があって言われた時にもうとりあえずもう私もお手上げになっちゃうんですよね。コーヒーサーバーだと思っちゃうそうですそうです、 そうですなのでどちらかというとその IT とかよりもタグボートはもっとイベントをやって、うん、アーティスト個別にプロデュースする方がやっぱりこう個人的にも好きなんですよね。阪急にもなんか場所がありますよね、はい、7階にギャラリーがありますね、常設の。あそこはイベントっていうよりはもう常にもう見せてってことですよね。そうですね、だからそのアナログというかそのリアルなその見せ方とネットの見せ方っていうことですよね、はいはい、そうですね。やっぱりこうそこってそのなんていうんですかね、違いっていうかそのやっぱリアルで見せた方が売れるとかそういうことではないんですか。そういうことはあります。なんかちょっとそこら辺のその違い結構興味ある。まあネットでアート作品を見て感動することってないんですよ。やっぱりネットでこのぐらいのサイズ、まあ、携帯だとこのぐらいじゃないですか。あくまでもその情報として、そうです、情報収集のためにはいいんですけど、うん、それ見てすごく感動して涙が出るってこともないですし、やっぱりリアル
に対してネットっていうのはそれを補足する立場でしかないんですよね。うん、でやっぱりアーティストって本物を現物をやっぱ見てもらいたいし、我々もやっぱりそのネットという情報を介してものを見せるというのはそんなに面白くないなと。つまり、まあ、Amazon みたいに、まあ、販売商品であればそれはネットで十分なんでしょうけども、うんうん、やっぱりアートってスペックで語るものではないんで、うんまあ、もちろんサイズとか技法はありますけども、うんうんうん、それ以外に生で見ないと、例えば作品のマチエルというか、まあ、凹凸だったりとか、うん、その素材感であったりとか、うん、そういうものをやっぱり間近で見ることというのがすごく大事なんで、うん、だからある意味で私ネットでこの授業やってますけど、うん、ネットで作品買いませんもん立場上あの作品いろいろ見れるんで、うん、よく買うなと思いますよね、はい、だからそれというのはそれだけ逆に言うとネットで売るのって難しいんですよ作品を。だからいろいろ情報を集めて、うん、で作品そのものをネットで売るというよりも作品を作っているアーティストのキャラクターをどんだけ売るかという方が実は面白いのかなと思って、例えばカボチャで、うんまあ、黄色いカボチャが好きとか、うん、あの白いカボチャが好きとかいろいろあるかもしれないですけども、うん、あのそのぐらいの違いじゃないですか、うん、実はでそれは画像で分かりますよねっていうところなんですけども、うん、いやそうじゃなくてやっぱりこう本物を見ることによって、うんあとそのキャラ、うん、そのアーティストが好きだったらかぼちゃの色は黄色でも白でも良くなっちゃったりするんですよね。ですよね。その人の一部が欲しいわけですよね。そうですね。だから、まあ、ある意味でその画像で作品を売るということって当初から何なんだろうこれっていう、まあ、自分が立ち上げた会社じゃなかったんで、うん、その会社の運営を引き受けた時に、うんあんま面白くないな、うん、画像だけで売るのって、うん、でじゃなくてその本人のキャラの面白さをどう伝えるかっていう方が、うん、どちらかとしては自分としてはショーに合ってるのかなと思ったし、うん、逆に言うと面白いキャラのアーティストだったらまあどんなものでも欲しくなるというのがあるし、どんどん変わっていく可能性があるというか、うん、翌年には違う作品ができているかもしれないと思うんで、それの方がちょっと面白いのかなっていう感じですね。作品を売るネットで売るっていうよりはその、まあ、どっちかというとアーティストプロデュースで、そうですね、だってその、まあ、アーティストって結構ややこしかったり難解とかややこしいですよ、難しいこと言い始めたりするじゃないですか。それでそれ言っても誰も分かんないよみたいなこと普通に喋っちゃうじゃないですか。そうするとだからある意味アートがこう遠のいていっちゃうっていうか、はい、だからそれをこうなんていうんですかね、一般の方々に近づけるまあお手伝いをしてるってことですよね。話を聞くと、なんですかね、やっぱりアーティスト特にその美術大学出身の方っていうとあれなんですけど、はいはい、あの作品についての説明がポエムみたいな、はい本人はものすごくこう言ってて、うん、説明がアートみたいな、いいんでしょうけど説明がアートなんで分かんないですよね。でたまにやっぱりこうね、いろんなアートを展示してる時に、まあ、作家と話して、はい、これどういう作品ですかって言った時に、うん、3分ぐらいポエム聞かされたら結構辛いですよねやっぱりね、うん、だからそこは何て言うんですかね、自分の考えてることとか世界観って伝わりづらいんで、うん、どこまでもう分かりやすく伝えるかっていうので、うんまあ、たまに私が言うのが小学校6年生でも分かる言葉で説明しようっていうことで、うんまあ、それでもポエム書いちゃう子にはもう書き直しちゃいますね、うん、こっちでそこまでやってます。小学6が分かるポエムにするんですか？ポエムダメなんですよポエムをポエムじゃない言葉にポエムが困るんですよね、はい、日本語なんだけど訳さなくちゃいけないってすごいですよね。そうなんですよ。なかなかやっぱりこうなんていうんですかね、こう例えばよく美大生が使う言葉、はい、身体性とかね、はいはい、いう言葉を使うんですけど、はい、そんな言葉小学校6年生言わないじゃないですか。
でだからそこがその、まあ、美大とかのトラップなんですよね。そのなんか難しいことを言う方がなんか成績いいんじゃないかみたいな、はい、あの多分教授とかがだからあのそうです、ね、同じ言語を喋ってるから、はい、みんな理解するから、はい、おかしいこと言ってるって思わなくなっちゃうんですよ、はい、特殊な環境なんで。逆に難しいこと言ってる方がかっこよくて、それが分かる分からないか関係なしに、そうそうそう、こう抽象的なことを言えば言うほど例えば成績が良かったりとか、うん、そうするとやっぱりそっちに走っちゃいますよね。まあ、なおさらその言葉で全部語れたら別に、はい、作品制作しないんで、はい、多分だから なるだけあえて分からない言葉で喋ってるのかもしれないですよね。うん、そうですね。まあ、僕も美大っていうか、まあ、僕は海外 のアートスクール行ってたんで、はい、やっぱりこう、まあ、特にその海外だとなおさらこう、まあ、特に僕イギリスなんでそのすごいそのコンセプチュアルな話とかし始めると、はいはい、もう多分一般の人は全然分かんないですよね、うん、そうすると、はい、分からないものに対してやっぱり物って買わないですもんね、はいはい、分かりますだからそこが、はい、多分そこがそのタグボートさんのそのなんていうんですかね、まあ、成功の秘訣なんでしょうね。ただ一応ねその分からない言葉を残すんですよ、はいはい、あのこう展覧会の中で、はい、でそれは作家からのメッセージっていう形でそのポエムを残してる。でそれで分からないんでその説明書きをこう書いてるみたいなんですね、はい、それを完全に消しちゃうとかわいそうじゃないですか、せっかくポエム書いてるのに。で、はい、ていうか それが分かる人もいるかもしれないですもんね。うーん起きないんだまあそうですね、なかなか難解ですよね。で作家本人が来て読んで、あこれすごいいいメッセージとか言ってたら面白いですけどね。ただこう難解なメッセージってその時は分かってもこう覚えないじゃないですか、なかなか、はい、心に残りにくいんで、はい、であれば心に残りやすい言葉に変換したりとか、はい、その方がいいのかなっていう感じはしますね。まあその例えば2行とかでもう喋った時に、はいはい、例えばマーシャル・デュションとか あの便器の人ねみたいな、はい、だけど便器にはすごい説明があるわけじゃないですか、はい、だけど便器の人って言ったら、はい、そういうこと小6でも分かりますもんね。そうですね、はいはい、そういうことですよね。そうですね。だけど多分マーシャル・デュションは便器の人とは自分では言わないじゃないですか、はいはい、そうですね。これは何とかで何とかで、はいはい、まあ本当にどうしてもこうアートって難しいとか思う人ってこう美術館に入るとなんかこういうやつでこう耳にイヤホンをして一生懸命その場でお勉強をにわか勉強しようとするじゃないですか。で本当はそんな必要もなくて感じるままに感じてもらって、で作家の本当に言いたいメッセージって何なのかっていうキーワードが分かればそれで十分なのかなと思って、逆に説明しないと分からないアートっていうのは説明なくてもそれだけで理解できるアートもあればいろいろあると思うんですけども、うん、ただ説明が理解できないアートとのは良くないのかな、はい、それ説明じゃないですもんね。そうです、はい、まあそういうことでその、まあ、一般の方とアーティストのその溝を、うん、深い溝をどうやって埋めていくのかなっていう作業をしてる感じですかね。まああと その説明も重要だけどその見まあ、これ南條さんも言ったんですけど、その見る側のトレーニングっていうかも必要で、はい、要するにやっぱりそのビジュアルランゲージって一つ その言語でもある、はい、あるんで、それをこうトレーニングしてあげることによって、はい、その何て言うか、その市場とか、まあ、はい、アートマーケットなりアートワールドが広がっていくんで、はいはい、そこでまず最初にこう分かりやすい言葉で入って作品を買う、やっぱ買うってすごいある意味、はい、なんていうんですかね、コミットメントじゃないですか、はい、そこでこうそれがそれをすることによってやっぱお金を使ったから、やっぱお金使うと必死で勉強するんですよ ね勉強っていうかこう、はい、理解しようとするんですよね、はい、だからあんまり勉強しすぎちゃうのも良くないんですよ、はい、なぜかというと答えを求めすぎ、はい、こうなんていうんですか、答えをがあると思って答えないんで、はいはい、だけど答えを探しに行っちゃうから難しくなっちゃうんですけど、はい、だけどこれいいよねでいいだと思うんですよ、それにたどり着くのって答えを探して探して探して答えないやって思わないと、はい、その分からないんですよ実は、ね、はい、答えがないってことを分かるのって結構大変なんですよ、まあ、確かにもう亡くなられたアーティストだと
本当はそのアーティストが何を思ってその作品を作ったのかなんて分からないじゃないですか、はいはいはい、これを想像して美術評論家がこれはこうだからなんて言ってますけど、実はねお墓の下からそんなことはねえよと、そんなことはもう全然考えてもないのに、そういうふうな、まあ、美術史の歴史の中からこれはこういう文脈の意味合いなんだっていうのをこう祭り上げる部分ってあったりとかするじゃないですか、そうですよね、それもまあまあそれはそのまあキュレーターだったりとか、そういう人にとっては面白いんでしょうけどね、はい、まあ確かにこうなんかすごいこう崇められて、これはすごい、はい、なんかこうなんか聖域的なもので、はい、なんとかってすごい崇められてるもの、はい、もしかしたらね、本当いや今日のなんかご飯買いたかったから書いたとかあるかもしれない。そうですね。それでいいんだと思うんですけどね。はい、ただ本当見る側のトレーニングというのは確かに重要で、うん、なるべくいろんな国っていうか世界でも、うん、なるべくまあ幅広い作品というものをやっぱり見る訓練っていうか数はこなした方がやっぱり。その作品を買うという意味では重要なのかなっていう気はしますね。まあ、あとはそのやっぱり買い始めないとそのなんていうか勉強にならない部分もありますよね。買うことも勉強で、はい、まあ、僕はその売ってもいますけど、その自分も絵描いてるから、その売ること売るなんか買うことによって、僕も結構アートとか買ってるんですけど、アート買うっていうことによって売ることにもつな分かるから、その買う側の気持ちっていうのが分からないと、はいはい、そうすると売ることの勉強になるというか、うん、まあアーティストってやっぱり売っていかないともいけないんで、だから そのアーティスト自体も僕は買った方がいいんじゃないかなと思ってて、うん、なるほど、やっぱりあれですね、単純に見るっていうのと買うっていうのって目的が違うんで、うん、全然違いますよ。そうすると買うってなってくると、うん、まあ当然その、まあ、単純に部屋に飾るっていう以外に、うん、そのまあせっかく買ったんだったら、うん、その作家の作品の価値は上がってほしいし、うん、っていうことになってくると、まあ当然見方が違ってきて、うん、その面白い作品なのかとか、うん、その作品の本質は何だろうかとか、うん、どういう作家なんだろうかっていうことをこう勉強するじゃないですか、うん、でそういう情報を持って作品を見るのと、うん、他の作品との比較とか、うん、そういうふうにして見方が変わるんで、うん、なんていうんですかね、普通に美術館に行くとしても、うん、どれ買うかとか、うん、そのぐらいの見方でやった方がいいし、そうですよね、はい、単純に好き嫌いっていうのもあるんですけども、うん、それ以外の部分でお金を出すとしたら、うん、どうなのかというところを、うん、まあ、自分の中で考えながら、うん、作品を見るのと、うん、ただぼんやり見てるのとはやっぱり違うと思います、ね、必死さが違いますもんね。全然違います、うん、あとやっぱりこう、はい、なんかこう自分ものためにもすごいいいっていうか、そうですね、なんで僕私はこれ好きなんだろうって、はい、その考える時ってやっぱりこう、はい、その買った金額より多分その重要だと思うんですよ、はい、それなんていうか、アートなんてただ壁にかけて何にも使い道ないじゃんってみんな、うん、多く結構聞くんですけど、はいはい、いやいや、その物としては使い道ないけど、その対峙した時に、はい、じゃ自分とこのこう鏡としてなぜこれを買ったかって自分の中で探ってみた時に、はい、うん、すごい価値があるんですよ実は、はい、そうすると例えばその人間関係とかそのいろんなことに対しても、うん、そのなんていうのかな、まあ、役に立ったりとか、はい、自分を理解できたりとかするから、うん、まあ、僕は書く立場でもそのなんでこんなの書いてんだろうって思うのも一緒なんですよ、はいはい、だけどその人の作品を見てこれは何を言いたいんだろうっていうことが、要するになおさら理解できるようになるんですよね、うん、なぜかというとその多分その作品を買ったことあるから、そのそこがどん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 問い詰めて、そのなんかこう絵と対話する癖ができるんですよ。その癖を作ることってすごい楽しいんですよ、はい、癖がついちゃう、はい、だから僕絵を見た瞬間にこう文学的じゃないけど、うん、感情的と精神的にこう読み解く、はい、そのなんかある意味こう訓練ができちゃってるから、はいはい、だからまあこの前神谷さんとかも金沢行ったんですけど、はい、あのあるその作家の目の前で僕はこう思うってずっと喋ってるんですよ、はい、僕一人で、
だけどあの自分の内面と向き合うっていうことって普通に生活してたらほぼそんな時間ってないじゃないですか、はいはいはい、である意味でアートの場合ってこうなんでこの作品が自分が気に入ったんだろうとか、うん、なんでこの作品のどこがいいんだろうとかって結局自分の内面なんですよね、うん、結局ね。そうなんですよ。そういった意味でそういうのがないというのは非常にこう、まあ、人生そんなに面白くないし、うん、アートを見ることによってもう一回自分と向き合うというのはいいことなんじゃないかなと思いますね。まあ、本当、はい、鏡ですよね、うん、本当にそうですね、その精神の、はい、だからまあ僕はそのアートまあそれで買うってことは自分の身近にあるわけじゃないですか、はい、美術館行ってってマックスでもなんかオープニングからクローズまで行っても8時間とか、まあ、10時間とかですよね、はいはい、それじゃなくてもう毎日3分でも見てるのと10時間、まあ、同じ場所にいてずっと見てるのってやっぱ毎日3分見るっていう方が絶対的にこう、うん、なんかこう溶け込んでいくっていうか、だからやっぱりある程度その次どうしようかなとか、まあ椅子を買う代わりになんかアートとか買った方がいいんじゃないかなってまあ僕は思ってるんですけどね、常に。あと私の場合アート見るときにあの発明品探しですね。発明品、はい、うん、だから今までなかったものを見つけに行くというのがあって、つまりこうアートってやっぱりその先ほどのマルセル・デュシャンにしてもウォーホールにしてもやっぱり新しいものを作った人が評価されるじゃないですか。つまり美術史に新しい痕跡を残すとか作った人というのがやっぱり評価されるんで、だからある意味でいろいろ幅広く世界中のアート作品を見た方がいいっていうのはやっぱりこう発明品をこう探しに行ってるようなのがあって、でアーティスト例えばある人がこうキャンバスにこうナイフでビッてやって、うん、でこれ素晴らしい作品だ、これ私が作った発明品だって言っても、うん、いや知ってる人から見るとそれはフォンタナじゃないですか、うん、けどフォンタナを知らない人がその作品を見た時に、うん、これは今までない画期的な作品だって思っちゃったりとかするんですよね、うんうんうん、それはある意味で、アートが発明品であるし、かつそれがその、特に特許とか申請をしてるわけではないんで、どれが発明品かって分かんないんですけど、うん、あの発明品にやっぱりアートというのが価値はあると私は思ってるんで、うん、今まで見たことのないものをこう探しに行ってるというか、今までの自分が感じたこともない見たこともないものを見に行ってるっていうような感覚がありますね。で、うん、あこれどっかで見たなとか、これなんとかのパクリだなとか、うん、やっぱそういうものを逆に見ていきながら、これは全然新しい表現だなというのを楽しむために、まあアートっていうのはあるし、それは、うん、単純に見るということじゃなくて買う側からも、うん、今まで見たこともない発明品を探すというのはすごくいいことなのかなと思いますけどね。そのタグボートでその、はい、販売するアーティストさんを探すときもその視点で、もう完全にそれです。もうね、発明品を探しに行ってるんですで発明品ってすごい少なくないですか。少ないです。で一方でオーソドックスな作家も入れてます。でネットなんで、まあ、要はいろんなお客さんに、まあ、対応できるというような、うん、アート作品も見せてるんで、もちろんあの発明品の作家も探すし、うん、オーソドックスで誰からも好かれるような作品というのも、うん、はい、ただオーソドックスの中にキラリとちょっと他とは違う、うん、その人の独自の視点があれば、まあ、そういう作家を取り扱いたいなと思いますね、うん。